これは何してるところですか？これは今ですね、水中の表面にバフかけたものの上に酸化防止ガラスの膜をつけてるところです。ガラスコーティングですね。でシリカの分子が金属の分子とイオン結合するんで、この処理を今しております。でこの工程の後はこのオーブンで、そうですね、シリカの膜を高度を上げるためにですね、今現在約150度で焼き込んで、表面高度が 9H 相当になるように仕上げます。これはもう処理を終えたものですか？これから焼き込むものです。これは 10th anniversary ピョンチャン五輪用の特別なプレートで、ここにリックと私の直筆のサインがエッチングされてますね。限定2組2ペアだけの特別モデルですね。コーンが焼けたと言いまして、はい、焼けました。いい、美味しそうな色こんがりとこんがりと焼き上がりましたね。コーティング、ガラスコーティングの膜の厚みで色は出てると思います。はい、標準の状態よりもちょっと黄みがかって、そうですね、色がより深い感じですね。150度ですね。150度。20分。